こんにちは。動画はお久しぶりです。今日はですね、その100ポイントルールの、ちょっとサポートって言ったらいいかわかんないけど、まあ、点取らない人の視点解説でやっていきます。これ昨日のやつなんですけど、ちょっと、録画ミスで、本当はもう普通に上げる予定だったんですけど、録画ミスってて、なんかもう通話がめちゃめちゃ小さくて、俺が一人で喋ってみたいになってたんで、まあ、そうやったら、たまには解説するか、つって、ちょっとやってみます。456年味方3456基本的にはもうこんな感じで垂れ流しながら、ちょっと気になったところは、後付けで解説するって3感かじです4かね。2だ俺5かこれ飯行くで、これ1レーあスと目23今なレーんス2で、まあ、とりあえず普通に交流戦してますね。このレースは。なんで特になんか変わったプレイとかはないっす。普通に交流戦してます、これは。投げていいよ。トゲ行きましたね。これ味方です。いい形ですね。まあ当たったらどんまいせい死んで。まあとりあえず1位張っとくわ。相手がね、ちょっと下粘ってるんで、一人。前さんね、味方前さんね。こっちの味方も一人粘ってます。もう一人、二人悪い字がいると思うんですけど、片方が味方です。まあ、普通の交流戦ですね。ケア回ってる感じです。投げていいよ。相手も強いですね、これ裏に。クラデンの。二段構え、テレされ取られても問題ない。で、と行きました。なんか最近味方回避持ってるからってトゲ投げさせるのどうかなと思ってたけど、まあこれはよ、別に結果論、これは良かったね。もっと距離が近かったらなんかサンダートゲとかってパターンあるから。意外と保持させた方がいいかもしれなかったけど、まあ、これは別に問題ない。距離あったから。で、味方1取ってくれましたね。普通の交流戦だと134ナイスなんですけど、100ポイント入るとやっぱ2位に入られてるのはあんま良くないですよね、やっぱり。まだ分からん。さあ、ちょっと飛ばしますか。2レースぐらいは、あと2レース何レースぐらいかは、まだ分からんだ。この時の僕も言ってますけど、まあ、本当に序盤普通に交流戦して、そこで分からんからね。抜けたやつを援護するって感じ1でレースいい目でどこかからら。か。最初から決めるとな、ちょっと、ありがとう。あ、そらミスってますね。口違うとか。君の口違うとか。きめえやつ。ナイス。OK。でも、この地点で、敵下4とか、下3っていう情報があったんで、これ僕ともう一人の味方で粘りに、無敵無割敵り。取りに行きます。味方前硬いんで、もう任せます。マジで普通の交流戦オッケー、解けたよ。トギ行く。あれやったら譲り合いとかしても全然、オッケー。最下位の相手がやっぱちょっとてか、気になりますね。最下位加速してないからちょっと。まあ、最下位まだ粘って。まだ粘ってますね。いい。これ無敵回せるときはいいですよね、やっぱり。こういうときに、キンキのキノさんとか出ると、ほんとケアできないから。出てくれるだけで助かる。で、これで相手3打持ってるんあ、で、返した。ケアと。あ、ごめん、引かれた。まあ、これ引かれたのはちょっとドンマイやね。キラー俺。いいですね。ただちょっと前崩れてるかな。やっぱり。キラー入れるよ。で、これはまあ、普通に入れ替えたいんで、次のアイテムで。
も履いて束履き、にやってワンツーと。まあまあまあ。いい感じでケアして上がれたんじゃないかなと思ってますけど。まあこれで大体分かれてきましたよね。大体。まだ分かんないけど。まあこの時点ではまだ僕が点を取るという世界線もあった。結果的にはなくなるんですけど、この後。この時点だったらまだあった。から、俺結構。どうぞどうぞ。点取る気満々でやってます、この時。もしかして今日俺が点取るんかつってちょっと張り切ってる。張り切ってますね。これ当たったのラッキーですよね。なんかラグで当たったっぽい。よかった。こういうところで加速出るし、これ今日は点取れる日やなって思ってたのに。まあでもね、点取らないっていうか、その、援護する方も結構楽しいんですよね、このルール。むしろ点取る方がストレスやったりしそう。めっちゃ狙われて。あ、でも赤来るわ。死んだ。監督1位ね、監督1位ね。で、これ、1位の相手があれ、点取ってる人なんで、これはちょっとまずいですね。逃げられると困るんで。ナイス、2、3ね。これ3回 C 行く。っていうところで、ここで味方がサンダー引きます。大会ですね、うん。もうこれはもう俺が強いとことよりは、普通に、なんていうの、その回避持ってる人のタイミングでって感じ。この人ですね。誰もその、もう一番味方だった気がするんだ、確か。まだ2。強かったから。やりたいがあまり投げまくった子味方やっちゃうと。あ、ごめん、やっちゃった。監督やりに行くわ。監督やった。空間に投げたけど、追ったからちょっと、まあ、許してほしい。まあ、一発で仕留めればよかった話やからな。でもこれ加速出なかったんで、もうちょっと諦め気味ですね、このレース。結構妨害に回ります、この後。ここも。変なバグり方したな、これ。いいバグり方したら、キノコとか、スタートが出るけど。ナイスナイス。別人が死んでるな、まあ、まあもうこのレース僕は死んじゃったんで、これもう俺はないな、この時に思いました。味方前取ってくれてたからいいよ。はい、ナイス。うんうん、いいよ。これで33と26ですね。まあまあまあ、もうちょっと話したい、もうちょっと話したいですね。多分、ここでもう僕は、今日はもう、援護側に回ろうってもう決めました。ねじれマンション。あ、いいよ、それは全然下がって。俺は前行くから。2、3敵かな。いい NI、 あ、2赤。とりあえず前行ってますね、僕は。ただこれ点取ってる味方が初動で死んだんで、味方が多分サンダー行くんやったかな。運搬してもらってって感じた気はする。ナイスアリ。あ、ごめん、バナさん俺ちゃうかな。あ、この人、あ、でももう帰ってきてんな。まあ、じゃあ大丈夫か。これうまいですよね、味方。よ、当てればあんな。まあ、バナ置いちゃう。で、この辺でもうね、普通の交流戦じゃ考えられないくらいもう注意が平和って、こんなことあんまないよ。監督今光ってるから多分まだないと思うよ。ね、ここでないね。でもここで、このスターほじってるんで、任せるわ。任せるわ。
で、吐かせに行くと。入ってる、今、今入ってるよ。で、もう一回スター吐いて、回して。まだないと思う、相手。順調ですね。強い。まあ取られるんですけど、取られてぶつけられるんですけど、まあまあ俺が死ぬ分には何でもいいと。トゲ、トゲ持った、トゲ。オッケーオッケーオッケー。でこれはもう保持ですね。サンダーも怖いからもう投げないわこれ。いいよ、失礼して。あと敵下にしようとりあえず。まあ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 いいんじゃないでしょうか。ナイス。逃がそう逃がそう。いいよこれ。相手が、相手の点取ってる組が運搬で上がってくるタイミングでやっぱ何かしらのアイテムを持って待っておきたいですよね。やっぱ注意あたりで。点数変わってきたな。誰や。32か。注意か上位で。まだ30、30しか。まあでもね、このルールはほんまに良くも悪くもサンダーゲーというか、まあ普段からマリオカートってサンダーゲーなんですけど、こっちの方がね、本当にサンダー大事になってくるから、多分どのレース、どのレースも一人はサンダー行ってると思います、どっちも。まあ味方がサンダー行ってくれてるから僕はまあ行ってるけど、サンダー行く人がいなかったら多分僕は行ってると思います。これもですね、もう下がっつり下がってるんで、で点取ってる人はもうとことん潰すと。もう有効キルとかそんな関係なしにとりあえずやりますね。前さんこれ。もういいかどうかわかんないけど。とりあえずやる。近くにいたら。やる、そうやったら。シャオさんでいいな。すごいマップしてんな、ほんまに。ほら、これもう味方サンダー引いてますね。で、こっち候補が2人いたと思うんですけど、その、もう1人の候補が後ろで回避持ってたんで、それに合わせるって感じですね。いよいよ落ち着いて大丈夫。この回避して上がってくるタイミングで味方が前にいないと、ね、受け入れる器がないというか。ただね、やっぱサンダー消するにしても前は多少いると思います。まあ、あんま狙ってますが当たりませんね。こんなそのまま前にする。ラボもやっとくわ。監督空飛んでんの。初とか行けない。まあまあまあ。いやでも大丈夫だと思う。まあまあ三取ってくれてるのはナイスですね。いやだいぶ。それで結構差開きましたね。15点差。それでいい。一レース分は余裕できてますね。30秒スキップあんねや、これ。あ、やべ。やりすぎた。結構でかいね。いいよ。まあ、さっきちょっとちょろっと話したけど、このサンダーゲスにしても前で受け入れる側の人間がいるっていう話、このレース結構出ますね。まあ、グラグラガザーサンダー強いけど、まあ、とりあえず前固めます、まずは。でも交換、こうやって後で見てみると分かるけど、今日の俺はアイテムが強いね。あそこ割って昨日読んでるのは強い。昨日さん俺8位で。でもガンガン前行きます。はい。前3か前4ぐらいですね、今。次前出ていい、キノコ使って。で、確認取ってますが、これで僕は前出ます。前固めつつ、もう一人は絶対3台いってますね、これ。投げて投げていい。も
もうトヨタが無視でいいよ。で、ここでサンダーまた味方が引きます、はい、でも1の俺はどうでもいいんで無視で適当にもう自己満で打ってもらってって感じで、この時にそう、これこの人、この人を受け入れる。我々はいやいや、これを保護する。前福さん受け入れる器がねえと。で、上がってきた相手をここでやる。あの人点取ってる人やったんでやりたかったですね。これはなかなか熱いですね。まあ、これで味方の点取ってる組2人を前に出せたんで、あとは本当に援護するだけ。これやりたかったんですけど、もうちょっと早く投げればよかったね。停戦取られるとは思わなかった。強い。4号的に俺6入ってる。で、あの3かぐらいにいる初期ミーもそこそこテントっていうのはこれですね。やりたかったんですけど、まあ、やれず。まあ、これやれたらよかったですね。より。まあ、かなりいい形やったと思われます。このレース。で、これで、テント取り組みワンツー。いいですね。わかって、理解度高すぎないよ、これ。ナイスナイス。だ、簡単や。役割がはっきりしますね。やっぱ100ポイント入れば。普通の氷戦と比べて。点取らない人はサンダー行くと。妨害する。点取ってる人はもう、自己満で。死んだら運搬。死ななかったら鬼馬みたいな。初的の、まあこの辺はあんま変わんないですね、やっぱり。あ、1位俺、okay。ただちょっとまずいんですよね、これ。2、3が、2、3の相手取ってる組やし。取ってる組やからちょっとやばいかも。2、3、4号ぐらいまで敵やった気がします、これ。ちょっとまずい。から確かサンダー行ってもいいよーって感じ。この流れ。あの3台行ってもいいと思うよ、これ。1俺トゲが来るんで、これも譲って、これいい感じ。ブメ強い。これブメやれますね、前。うん、1やった。ただもう味方が上がってきてくれたんで、これもうすごい助かる。孤独死する前に味方が来てくれた。これバナナ当たると思ったけど、当たんなかったね。で、ここで一つミスやらかします。この、はい、この職人です。この職人。これ、これ味方でしたね。これを、俺相手の職人やと思って、めちゃくちゃなすりつけに行ってたら、がっつり味方やったっていうやつ。よかった。あれ取ってる人やったらもう最悪やったね。味方の FF で死ぬって。これ今夜か。ナイスやり？やれてるくらいそれ。いい感じですね。81対52と。かなりいい感じ。次のレースでもう決まりますね。点差的に。順調。なるほどね。なるほどね。前6取られても、全員に譲れば、そう、7位は取れるんで、まあ、6点は確定ですよね。赤持ったまま行くわ。いいタイミングで来たいとしばく。あ、監督に行くか。今2的ね。なすりつけたかったな、こういうところに。まだまだキャラコン甘いよね。今2赤。燃えちゃうわ。これ止まってきた意図はよく分かんなかったけど、まあ、トゲが来てるかなーって。
やばい、避けるこれ味方巻き込んでるしな。割とカスミだな。プレイングやね。で、これワンツーできないで、ちょっと、それはまずいと、さすがに。崩しに行きます。ナイスナイスあり。うわべ、反射食らった。監督やっといたわ。借りやって。これは相手のサンダーですね。いいよ、それ。ナイスナイス。うん、強いね。これ1位誰やったっけ。やっぱ3割と2割全然違いますね。で、これ、ね、1位、俺が先に出れば、その時受けられたんやけど、ちょっと分かんなかったね。確認取ってたと思うんですけど、さっき僕が。でもこれ1位は守る形でいきます。あれ点取ってる人か。コインルート行きたかったけど、その間に赤投げられたりしたら、ね、1位死んじゃうんで、これはもうしっかり同じルートで守りに行くと。でもこの辺はどんどんアグレッシブに狙ってますね。もう、とりあえず1位逃がせば。インにバックスなしてアウトを走らせる感じです。ちょっとずつ距離離して。あわよくば当たれって感じ。これも。これ当たってくれましたね。インにバルナ置いて、インを塞いだらやれましたね。あ、待て、俺もゴールしちゃった。ゴールしちゃった。まあ、ここで、勝ち確ですね。89なんで、あと2レース。2レースあれば絶対勝てるんですよ。12点取れるから。で、相手の、ここ、62、2レースでマックス30点、92点までしか取れないんで、これ勝ち確です。まあ、味方が譲ればの話です。急に裏切って譲らなくなったらまだわかりませんけど。なんで、この辺はもう、なんか、消化試合というか、すごい流れでいろいろやってます。やぶれ。この前行くよ。あ、ちょっと赤するかも、やらかした。まあ特にもう話すことないんですよね。結局もう勝っちゃったから、勝ち確やから。ここでまあでもこういう長いコースは来なくてよかったなと思いますね。やっぱり大変というか難しそう。まあ結局このレースもあんまうまくいってなかった気がするんで、長いコースは難しい気がします。まあ、とにかくもう、援護、援護って感じ。この前出ちゃったのは良くなかったよね。俺が受ければよかったね。確かに、あの時ね、俺ここで止まる。さ、2の3で止まるみたいな話をしてたから、じゃあ前行くか、つって、前行った気がします、俺が。なんか俺よくわかんないことしてますね、もう。何してんねん。前3的、OKOK。これ味方2本目サンダー引いてます、もう。うん、どこでもいいよ。なんで回避させてって感じ。こういうとこも細かいとこやけど、やっぱしっかりやってかんとな。一歩目打たれた後もしっかり9割徹底する人いて、回して回してって感じ。テレサ赤、まあ、こんな感じで譲っておしまいって感じですかな。これ多分7位取ってくれたんでもう大丈夫。はい、ナイス。
いいですね。ちょっと頼むよ。今回たまたまなんか太りすぎたんや。我々の点取り候補が2人いたからいい感じで分散しましたけど、あ、譲れば、やっぱ短期になるとしんどいと思うな。点取る人はめっちゃ狙われる気がする。でそうなったらもう徹底してもうサンダー行くしかない気がする。どうせ死ぬか、もともとなりたいからやっときます。もうどうせ譲りますんでね、はい、もうやばもう好き勝手やってます。どんなにうまいプレイをしてもどうせ譲るんで、この人、この悪い意地。今ねニコニコで1位走ってますけど、どうせ譲るんで。嘘やろ。どこでもいいっす。もうこれね、にやかには信じがたい報告がありまして、これあと味方3体引いてるんですよ、最下位の人。すごない？桃缶で3体引くの。アイテム2個しかないのによう引くわ。でまあ味方回避持ってもらってここでも振るんかいって感じやね、ほんまに。でも俺も本当にこういうルールやと思う。100ポイント入って。まあ我々止まろうか、しっかりな。でも前さんやけど、我々は譲ります。はいな、譲るって感じって感じ。うん、的ね、やっぱどこかなポイント。まあここワンツー倒せたのも良かったっす。崩せたの良かったっすね。点取ってる組をがワンツーやったんで、これうまく崩せたのは良かった。まあやっぱグラグラ火山とが結構うまくはまったかな、個人的には。あともう一個どこやったっけ、ワンツー取ってたの。ここか。あ、ここっすね。ネジマンも良かったね。いいよ、これ。うん。いいよ。まあ、こんな感じです。100ポイント配は。まあ、また2週連続であるし、これからね100ポイント配ルールでやっていくことは多くなると思うから、できたら他の役割バージョンもやってみたいけど、どうかな。点取る気がしないんだな、点取り側に回れる気がしないんだな俺。個人戦が苦手やから。まあできたらまたやります。ではお疲れ様でした。